得失点差。1位で首位の中日立浪監督 www。 勝つときは新勝、負けるときは大敗。昔から言われてる強いチームの戦術や、直近3試合だもん、110-7215なんだから当たり前やろ。得失点差なんてロッテはマイナスで2だったし欠陥だよ。得失点差マイナスで優勝したチームないし、まあそういうことよ。0、1で負けようが0、10で負けようが1敗は1敗だからな。12試合連続に失点とは性欲取ったら3試合で33失点になるな。チーム防御率って無駄じゃね。エラーとかもチームの責任なんやから失点率でええやん。ペナントは捨て試合作ることも重要なんや。まあその捨て試合で勝ちパス勝ってるから意味ないんやがな。最下位のチームでも年間通してみたら調子良い時期はある。今年の中日はそれが開幕してすぐの時期だっただけや。実際昨日はどうしてよかったんやろな。アワードをもう少し投げさせるくらいしか思い浮かばんか。昨日は6日投げてなかったから調整としては妥当だけど、まさか1回無失点とか相当期間しか昨日まだ温存した方が良かったんやろか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。